皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。さあ、ここからは LJL アフターショーをお届けします。本日も MC を務めさせていただくのは武藤です。よろしくお願いします。そしてアシスタント MC には清川レイナさん。 ありがとうございます。ジェスチャーおかしいんだよな。なんだろうこれ。そしてコメンテーターにアイズさんに来ていただきました。よろしくお願いします。あ、やっぱ合わせるんですね。合わせます。今日一日終始レイニャンのジェスチャーにアイズさん合わせてましたから、ぜひ皆さん遡ってアイカーブでね見ていただければ。ゲーム4のとこがね一番良かったね。ね、これやったんですよ。じゃあもう一回お願いします。ゲーム4、間もなくです。どういうことそれ。なんでそれ歌舞伎やんの。ちょっとお二人にやってもらいたいなと思った思うがこれだったんです。なんで今日一番そう僕突っ込みたかったのが、一番最初に髪型突っ込まれてセラフィーンだって言ったじゃないですか、はいはい、セラフィーンの真似を一回ぐらいやるだろうなと思ってたんですよ。一、はいはい、回もやらないですよね。一回もやらないんですよ。なんかよくわかんない歌舞伎を繰り出すという。そうなんですよ。あの入りだったらどっかでダンス入れてほしかった。本当ですね。見たいですか。ね、見たいです。あ、じゃあやります。はい、ハーモニー。あの、いろいろ師匠じゃないですか。いろいろすいませんでした。すいませんでした、いろいろ。アイズさんからの正式な謝罪が入ったところで、はい、レイニャン、この番組はどんな番組なんでしょうか。はい、こちらのアフターショーでは、はい、その日行われました試合のハイライト映像を見ながら各試合を振り返っていくトゥデイズハイライトのコーナー、はい、そして LJL の各チームから選手やコーチをゲストとしてお呼びし、ロールのことからプライベートのこと、ゲスト選手に寄せられましたファンの皆様からの質問コーナーなど、はい、LJL プロ選手の素顔と魅力に迫った LJL クールダウンをお届けしてまいります。はい、さあ本日はコーチが3名出てきてくれるということなんで、こちら楽しみですね。いや、めちゃくちゃ楽しみですね、本当に。いや、楽しみですね。またインゲーム中とは違うこの緩い感じで皆さん、はい、楽しんでいただければと思います。はい、さあそれでは早速最初のコーナー参りましょう。トゥデイズハイライトのコーナーです。はい、こちらのコーナーでは本日行われました全4試合をハイライト形式でお送りしながら振り返っていくコーナーとなっております。はい、それでは早速 VTR 見ていきましょう。はい、どうぞ。どうぞ。それではトゥデイズハイライト、今回はアイズさんと振り返っていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ゲーム1は戦国インバスデトネーションフォーカスにケイトリンラックスで強気にボットレーンは戦国、対してジンクスのお知らせ徹底的に戦うぞという DFM でした。開始早々ゲームが動きます。スティールがレベル3で最速のボットガンク、これには戦国も対応間に合いませんでした。そうですね、ボットレーンが主軸なだけにまだこれでも取り返せるんですけど、それでも大きなキルでしたね。大きな一打になりました。続いて16分、ヘラルドファイトではワンスからの仕掛けになりました。しかしヤハランのディスニーをきっかけに一気に反転はデトネーションフォーカスミー、これによってユタポンに2キル、エビに1キルが入りました。やっぱりここはボットを主軸に戦いたかっただけに、戦国ゲーミングは本当にリフトヘラード触る必要がなかったなっていう、 ところでしたね。結果的に多くのキルを DFM が獲得する結果となりました。さあそしてこの後驚かされたのは18分、ユタポンジンクスのソロキルでした。この構成本当にあのジンクスにダメージかなり偏ってるんで、あのかこういったプレー望まれてるんですけど、よく決めましたよね。決めていきましたね。ただ戦国も負けてばかりいられない、このワースの素晴らしいキック、ここはユタポンに何もさせませんでした。なんか困った時にワース選手のリーシンってやってくれる印象すごいありますよね。ありますね。さあそのまま人数差を生かしてのバロンです。ただしデトネーションフォーカスミーも人数差あっても仕掛け続ける、これによってバロンは戦国が、キルでは DFM がという形式になりました。いや、それでもこのバロンバフを取ったことによって本当に戦国ゲーミングワンチャンス見えたのでっていうのがあったんですけど、ありましたね。ここから流れが変わるかなと思わせるような戦闘だったんですが、続く25分でのマウンテンドレイク集団戦、ワースをキャッチしたデトネーションオーカスミが一気に優勢に立ちました。まあ裏から入ったのがワンス選手がこう裏からじゃなくて、ミッドのジェット選手が裏からということでちょっとタイミング合わなかったですよね。 そのズレを一瞬でデノーションオカスミーが持っていきましたね。ここもジェット耐えてくれてはいたんですが、ハープがしっかりと蓋をしていたのでダメージを出すメンバーが全く寄ることができませんでした。これによって最後フラッシュに追撃、ユタポンクアドラキルを達成しています。そして30分、バロンを触っている戦国に対してデスティニーを確認してすぐさまスティールのエンゲージが決まり、陣形は完全に崩壊しました。これが TF のディスティニーの使い方のもう一つのバージョンで、サイドガンクっていうイメージあるかもしれないですけど、視界がないところに中断戦を仕掛けに行くときに相手の視界が取れるっていうのがもう一つの強いポイントですよね。この使い方非常にうまかったですね DFM。
続いてゲーム2、ラスカルジェスターバース福岡ソフトバンクホークスゲーミング、アルジェアプロテクト ADC、それに対して SEG アーリーでゲームを動かせるかどうかという展開でした。そして動いたのは4分、ブランクのボットガンクからソウルを打ち取ることに成功します。いやここは本当に全てのサモナースペル使って絶対1キル取るんだっていうプレーだったんですけど、タワーダメージが2発入ったのがね、はちゃめちゃも寄れるタイミングでしたから、これによって一時トレードに返されてしまいました。続いて6分40秒もう一度ボットレーンでのファイトです。ジャングラーを含めた3対3の構図でしたが、2キル獲得は RJ となりました。サマナスペルが、ね、落ちてるんで、先ほどの集団戦でやっぱりボットレーンで先手を取った側が有利でしたね。ラスカルジェスター、とにかくボットを狙うというところは良かったんですが、返されてしまいました。そこからゲームはかなり停滞し、睨み合いも長かったんですが、ゲーム時間30分、ついに動かしたのはアイノでしたね。いや求められてるプレーをしっかりやったんじゃないですか。ここアナリストですから、アイさんも解説してますから、ぜひ皆さん聞いてみてほしいですね。さあそしてバロンを取ったラスカルジェスターに対し、SHG 反撃の一手を打ちます。ボットレコリスアイノを捕まえるべく3人で襲いかかるんですが、このアイノの対応完璧でした。いやもう時間をかけた、アイノ選手が時間をかけたことによってカウンターが生まれてるんで、もういいプレーがやっぱり生まれたら、その次もいいプレーが出るんですね。 MVP も取りましたからね。さあ波に乗った RJ 止まりませんでした。そのままネクサスを破壊し勝利に持ち込みました。RJ 少し苦しんでいましたから、ここでの1勝というのは嬉しいでしょうね。そうですね、しかもちゃんと自分たちが狙った通りのゲームプランで勝てたというのは大きなポイントだと思います。続くゲーム3はアクシズバス V3 e スポーツ、アクシズデビュー戦トルツがまさかの先出しアクション、盛り上がりました。いやしかも強かったですね。強かったですね。さあ試合はゆっくり動いていっての9分、リーシンルブランのコンボを決めた V3、 逃げてしまったかと思いきや、ここに飛んできたのはメガネスロケットドレスコード。いやこれ1キルは本当にミッドの主導権を取ったんで、 V3 がここからだと思ったんですけどね。さあこのミッドレーンでフックからの AD キャリー同士のダメージの出し合いだったんですが、スワンプの合流が早かった。まあ、ちょっとユニカ選手がこれトップサイドに向かってたんで、 V3 としては合流が遅れたと、まあ、あとなんでしょうね、立て続けにキルが発生してたいったっていうのはあるんですけど、ダイシー選手がリコール我慢して最後にフック当てたっていうのが結構大きなポイントではありましたね。生き残ったのか聞きましたね。さあそしてやってきたこのトルツーアクションはどうしようもなかったですね。まあ、こういうファイター得意ですから、ただここよく逃げましたけどね。そうです、本当にここはうまく逃げたと思いますね。さあそれによって4キル獲得アクシでした。そこからトップレーナー同士の熱いソロキル対決でした。まずは26分ワシダイがめぐみに対してのアルティメットからのこのソロキル。いや僕ずっと裏でワシダイ行け行けって言ってたんですよね。そただそのワシダイただでは返さないぞと、今度は40秒後にトリツーがこのソロキルを生み出していきました。わこれは結構一つの分岐点でした。これなかったらこのバロンファイトないですから。そうですね、そしてこのバランファイト物資で待ち構えていた大志捕まるんですが、ユージを完全に CC ロック、そのまま見事な反転を決めてアクシズが合計3キルとバロンの獲得につなげました。陣形としてはちょっと悪かったですけど、あの反転する意思というのはチーム全員で、取れてたので、そこがうまくいきましたね。そして29分ドレイク前の集団戦、画面左からワシライとユージをキャッチを狙っていたんですが、メグミンとスワンプがしっかりと蓋をしていましたね。いやここもなんでしょうね、ルブランがポークっていうイメージであれば、いかなかったと思うんですけど、ちょっと焦ってましたかね。そうですね、状況としては苦しかったですから、焦った形になりました。最後はしっかりとユニカまで捉えてエース獲得がアクシズとなりました。本当になんでしょうね、チームでこれやるんだという意思をすごく感じた、そういった内容でしたね、アクシズは。さあそれでは続いてはゲーム4、クレストゲームヤクトバスバーニンコア、 BC は開いたゼリーをファーストピック、それに対して CG はグレイブスとアフェリオスで応戦しました。ゲームいきなり動いたのはこのトラップ。まあでもこれはね、ダイス選手からすると入られたくないんで、なるべく遅く置きたいんですよね。そしてかなり大きな一打となったのがこのガンクです。3分の時点ネモのフックからカシンが合流、逃げる前にもう一度ネモの素晴らしいフックでキルの獲得につながりました。いやなんかもうこの時はあれですよね、あーネモ選手かな、いやどうなんだろうなみたいなね裏では言われてましたよね。 MVP 素晴らしい活躍でしたからね。さあこのままではいけないと、6分30秒、ヘカルがボットにガンクを仕掛けるんですが、 CJ の読み通りカシンが待ち構えていました。いやここはちょっともうどうしようもなかったですね。ボットサイドにいるっていうのはクレストゲミガクタからすると結構分かってたんで、ずっと準備してましたからね。さあ非常にいいテンポでボットが育っていった CGA、 16分30秒、ネモのあまりにも堂々としたフェイスチェックでしたが、このゴールド差にサポートフォーカスなら狙い通り、バーニンコアをなぎ倒していきました。まあ、いける環境をしっかり作ってる上でのフェイスチェックなので、本当に問題なく戦いましたね。いるだろうなというところを予想しつつ、しっかりとファイトの準備もできていましたね。
さあこれによってエースの獲得になりました。さあ最後は22分オーシャンソールのかかった集団戦、なんとかフローレスがスティール成功するんですが、ネモの復興ゴーレにカウンターで入ったナップとハイブリッドがもう止まらなかった。いやこれ本当よく当てましたね。本当にこの試合のネモのエンゲージ素晴らしかったですね、はい、これ当ててなければこんなにキル拾えてないですから。ドラゴンは渡してもいい、集団戦でゲームを終わらせるんだという意思統一素晴らしかったですね。MVP にふさわしい活躍だったんじゃないですか。これによって CG ハイブリッドも今日のネモは最高だったと言わせるゲーム内容で勝利を挙げました。それではここから武田さんお願いいたします。はい、勝井さん、相津さん、ありがとうございました。さあ本日の試合結果はこのようになりました。さあこの結果を踏まえましてランキングこのようになっております。はい、ということでこのようになりましたが、アイズさんいかがですか。いや、2位争い熱いですね。熱いですね。クレストゲーミングアクト登ってきましたね、はい、3チーム並んでるというところですね、はい、V3 が今日一勝できるんじゃないかっていうところで。そうなんですよね。惜しかったですよね、はい、惜しかったですね。でもだいぶ内容が、うん、本当に良くなってきてるので、はい、この後まだチャンスあるかもしれませんね、はい。さあレイニはいかがでしたか。そうですね、もうデトネーションフォーカスミがもう強いっていうのはもちろんなんですけど、ね、はい、本当にどのチームも D1 に比べたら完成度上がってるなって個人的に思ったので、はい、まあ、次の試合もこれからも期待です。はい、期待ですね、はい、さあそんな気になる次回のスケジュールなんですが、こちらの4試合ということで、はい、こちらの4試合の模様は3月4日金曜日18時よりお送りいたします。さあ相手さん、こちら注目はどこになるでしょうか。結構3試合目かなと思いきや僕の中では2試合目ですね。おお、なぜですか。やっぱりラスカルジェスタとクレスゲーミングが似てるチームファイト主体の ADC ファイトをしたいということで、結構面白い集団戦対決になりますし、クレスゲーミングが本日序盤からゲームを崩壊させるという、はいはい、そういった爆発力もあるよっていうのを見せてくれたので、うん、ラスカルジェスタそこもちょっとカシン選手も警戒しながら、でもボット主体でっていうのをイメージしなきゃいけないので、この試合楽しみだと思いますね。なるほど、はい、逆転の CGA じゃなくて序盤の CGA でしたからね。そうですね、これどうなるかというところですね。レイニアなんか気になる試合ありますか、はい、そうですね、今日の試合見てて、はい、V3 スポーツがすごく惜しかったなって思ったので、うん、まあ、4試合目も注目していきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。以上トゥデイズハイライトのコーナーでした。さあ続いてはここからは、ここからこちらのコーナー参りましょう。 LJL クールダウンのコーナーです。はい、本日も普段は見ることのできないコーチの方々のコーチですからね、はい、コーチですよ今回は、はい、コーチの皆さんの素顔やパーソナリティの部分に迫っていきたいと思います。そして本日のゲストは、はい、アクシズよりサーチコーチ、はい、バーニングコアより3-4コーチ、クレストゲーミングアクトよりリングーコーチにお越しいただきます、はい、それでは皆さんとつながっているようですので、はい、早速、お呼びしたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、よろしくお願いします。皆様よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。まずは3-4コーチからお願いします。バーニングコアでコーチしてる3-4です。お願いします。はい、よろしくお願いしま す。続いてサーチコーチよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、バックシーズでコーチはサーチと申します。はい、よろしくお願いしま す。そしてピングコーチ自己紹介のお願いします。はい、CGA でコーチやっているピングです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。まあじさん、こう見る見た目だけでも全然違いますね。ユニフォーム着てる方と着てない方と ね。でもはい、一ついいですか、はい、サーチコーチ本当にサーチコーチですか。私が知ってる時の感じとかなり変わりましたよね。どうちょっと、はい、ダイエットと筋トレが趣味になってて、ちょっと体重を減りましたね。すごくびっくりしました。実際どのぐらい減ってるもんなんですか。一番減った時は54kgまで減ったんですけど、はい、なんか141kg から、じゃあ半分以下 80kg まで落としたんですよね。はい、でその後にまた若干太って今86とか7くらいです。はあ、すごい。でもなんか韓流スターなんじゃないかぐらいなんかおしゃれな感じがしますね。おしゃれな感じがします。はい、ということで本日3名様よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは今シーズン始まりましてチームの雰囲気どんな感じなのか聞いていきましょう。まずは3-4コーチ、チームどんな雰囲気でしょうか。
まあですね、まあでも去年と比べてはもうすでに成績もいい感じで、はい、まあ練習の時にも結構やりがいある練習がまあできてるので雰囲気自体はいいと思うんですけど、まだまだやっぱ結局なりたいのは1位だから、でも TFM に勝つにはまだちょっと山が目の前にいるなみたいな感じで思ってます。なるほど、まだ倒さなきゃいけない敵がいるっていう感じですね。サーチコーチいかがでしょうか、チームの雰囲気は。まず最初2回勝ててすごく絶好調だなってみんなワイワイしてたのに、はいはい、その後に負けからみんな学ぶことがあってて、ちょっと痛み、結構経験としたら結構連敗っていうのが若干 痛い思い出なんですけど、その中でもみんな足りないところが何か一つずつ捕まってて、ここからまた勝てる道を探せるようにみんなで頑張って、本当熱い雰囲気です。みんなまだ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 うちらは力全部出してないぞって感じ。あ、いいですね。で今日勝利してね、連敗も抜け出しましたからね、これからだぞということですね。さあピングコーチいかがでしょうか、チームの雰囲気は。あーですよね、まあ、正直最初始まる時に連敗で始まって、ちょっとメタと練習した時のメタと試合のメタと外れてちょっと大変なスタートになったけど、まあ、今はちょっと、まあ、戻った感じ、みんなではちょっといい雰囲気で、まあ、練習しながらもうちょっと、まあ、結局僕は1位なので1位目としてはみんな一生懸命練習しています。ありがとうございます。さあ、あいずさん何か聞きたいことありますか。いやそうですね、いろいろ聞きたいことはありますけど、はい、どうですね、一番なんか困ったことって何なのかな。あー、いいですね、いいですね。コーチしてて、コーチしてて困ったこと、はい、はい、スリーフォーコーチからお願いします。コーチしてて困ったことは、自分が何かをミスしてるんだけどそれを知らないとき、なんかミスしてるんだけど どこからがミスなのかが知らないときが一番困ってますね。コーチ自身でもなんかミスしてるなっていう時があるんですね。まあ、そうですね、まあ選手たちと話しながら、はい、選手たちの問題ではないし、なんかコーチとしての何かのチームのやり方としての問題がある可能性があるんだけど、それがどこから始まったのかが分かんない時が一番困りますね。なるほど、なるほど、なるほど。でもその顔色は見せられないですもんね、選手にね。確かに。だからなかなか自分が今困ってるよっていうところを見せずにみんなにやっていくってことですか。まあ、でも僕基本的には話してるから、なんかどっかから間違えてるんだけどどこだと思うみたいな感じで聞く方なんですよ、選手たち。なるほど。だからまあそこで話し合いで出てきたら出てきてで大丈夫なんですけど、分かんなかったら困りますよね、それ。なるほど。あ、でもチームで話し合うんですね、はい。サーチコーチ、困ったことっていうのは何かありますか、はい、コーチしてて。バリ試合始まる前に一応プランを作ろうとしてたんですけど、そこら辺のプランの全部選手たちが全員理解してくれてなかったとき、自分がちゃんとそのコーチングのやり方が足りなかったなって実感するときあるんじゃないですか。自分の価値観、自分のゲームの解釈と、でその解釈の方向性を選手に伝えたとき、それが自分の伝え方がちょっと下手で足りなくて、そこがちゃんとできなかったとき、まずでも試合は始まってるからコーチ側は見るのしかできないんじゃないですか。はいはいはい。そういう時に、あ、なんか俺がこの試合の前にちゃんと準備できることがたくさんあったのにそれができなかったなって結構焦ったり困ったりしながら見てたりもしてます。そっか、ゲーム中はね何もできないですもんね。さあピングコーチいかがですか、困ったこと。あ、まあですよね、まあ、自分が喋るのがあんまり上手くない方なので、なんか知ってる知識でもそんな上手く説明ができないとかがあるので。そうか、あんな部分がちょっと難しいですね、困るし。そうか、3人とも日本語で伝えなきゃいけないという難しさはあるんでしょうね。はい、はい、さあここからはですね、いくつかのテーマを設けてそれにまつわるエピソードや皆さんの考えなど聞いていきたいと思います、はい、まず一つ目のテーマはこちらです。ということで、コーチって何されてるんですかという、いやめっちゃ気になりますよね。そうなんですよ、これすごい手前の質問のようで意外と気になるじゃないですか、はい、なんかインタビューとかでねこう話聞くことありますが、皆さん普段どんなことをされてるのかというのを聞いてみましょう。はい、さあおのおの皆さんどういった仕事がメインになるんでしょうかというね、まずは一番根本ですが、スリーホーコーチっていうのはどういうことがメインの仕事になるんでしょうか。
コーチと僕が思ってるコーチとしてのメインの仕事は、はい、まあ、選手たち5人の考えを同じことにまとめるっていう役割だと思ってるんですよね。なるほど。なんか結局みんな違う人で、違う人が一緒にプレイしてるわけだから、はい、なんか考え方が違ったりするんだけど、なんかそれをやっぱ選手同士だと、例えばここで君なんかあんまいいプレーしてないよみたいな感じの話をしてたりするのって、選手同士でやってたら関係に問題が起きてたりするから、そういうのをなんかコーチ側と一緒に話しながら会話としてまとめていくっていう感じの役割だと思ってるんですよね。なるほど。考えを一つにするってところですね。そうですね。はい、サーチコーチいかがでしょうか。まず実際インゲームだけ見るとやっぱり選手の方がコーチよりは上手いんじゃないですか。でその中でコーチは第三者として上から客観的にその意図と違う方向性を持っているとき、この意図の癖っていうことを見つかって、その癖 LL はなんか一番正解って言ってことは一つじゃないけど、間違ったっていうことはあるんですよね。若干ずれてるって感じ。チーム全体のプラントはずれてる動きとかそういうのはもうより客観的に見えるようになるんで、で個人が個人をフィードバックするのはちょっと難しいんじゃないですか。からそこら辺のフィードバックで、そこら辺の見つかったりじゃないと、他の海外のリーグとか全部の試合とかをいろいろ見てて、うちのチームのフォローとかそこら辺で合ってるのは何があるのかなとか、結局34コーチさんが言ってたことと同じなんですけど、はい、5人は5人違う人が集めててゲームしてるから、やっぱりインゲーム中バラバラになってることをまとめる役目って大事なんです。なるほどなるほどなるほど。そのところに司令官っていうか司令トップっていうそういう立場から一つにまとめるとかじゃないと、最低でも2つ3つくらいにまとめててそのプランを提案してて、まあもちろんその選手もその中でそれが合ってるか合ってないかとかでいろいろ話し合いとかするけど、それを全部まとめる役目ではあります。なるほど。でも2人とも共通してるんですね、根本は ね、 はい、そうですね。はい。さあピングコーチはいかがでしょうか。まあですよね、まあ、インゲーム的な部分とか、まあ、選手の考えをまとめるとかの部分について、まあ、先に2人のコーチさんが、まあ、はい、言ってくれちゃったけど、まあ、あれを含めてなんか、まあ、結局みんなでゲーミングハウスで生活したり、それと、まあ、今プロゲーマーで、まあ、プロだけど正直ちょっと若い子たちですよね、はい、だから、まあ、生活の管理とか、あと、まあそっちの部分は自分のルーティンを作るあんな部分から始まって、はいはい、まあ、いろんな部分、ちょっと生活全般的にいろんな部分を作る部分も結構重要だと思って、あんな部分結構気にしています。なるほど。これゲーミングハウスってとこですね、生活の面からっていうのは。そうですね。うん、はい。さあレイには何か気になることありますか。そうですね、あの、はい、コーチというお仕事をされていて、うん、あの本当にこれだけは譲れないなっていう、ね、こう考え方だったり信念とかあったら教えていただきたいなと思うんですけど、 いかがですか、スリーフォーコーチ。僕がコーチングやりながら一番大事だと思ってるのが、はい、なんかコーチの考えを押し付けないってことが一番大事だと思ってるんですよ。だからなんか、まあ、経験としてもあるものなんですけど、はいはい、コーチの考えを押し付けちゃったら、選手が例えば僕が思ってることをこんな感じでやってみたいなことをずっと押し付けてても、その選手がじゃあ僕ではないから、プレイするのが俺ではないし、選手がプレイしてるわけなんだけど、それを押し付けられてもなんか問題あるし、結局なんだろう、だから選手が何か問題が起きたときに、フィードバックするときに、その問題に対して正解を出して、これがこれだみたいな感じで話しするより、なんかこれを解決するために考え方をどんな感じにする必要があるのかとか、自分でどうやって考えればいいのかみたいなことを教えるのが、まあ一番重要なポイントだと思ってます。でもなんか結構一番それが難しいんですよね。確かに教えるのに一緒に考えるって難しいですよね。難しいですよね。サーチコーチはいかがですか。あ、ね、自分的には一番譲れないってとこは、例えば、バンピックのとことかインゲーム中のとこで、最初のプランとか入力値っていう、それを入力値って言ったら、その後にその入力するとき
自分たちがインゲームの中での若干のそのズレがかかってその後に出た結果をもうそれを決めつけるのが一番譲れないんです。その結果っていうことがちゃんと最初のかプラン通りはゲームは進まないのは当たり前なんですけど、それがプラン通りになるためにその練習をしているのにその練習の重ねがなく 1,2 回の結果っていうことでこれは弱いと思うっていうそういうのがあったらまずその中でのミスがあったのかどうかっていうことをちゃんと探しててそこのことを修正する前はまだ早いとかそこら辺はあまり譲らないんですよね。でその後にある程度の客観的な試合の数若干あったらスクリームっていう練習チームゲームの練習の後そこからはちょっと俺が間違ったねとかじゃないと実際やっててよかったねとかそういう結果を出すんですけど あまりにも早めにこれはダメだったっていうのは嫌いなんですよね。決めつけないですね。ありがとうございます。ピングコーチ役いかがですか。まあですよね、やはり自分はちょっと練習の態度っていうか、はい、ちょっとまあスクリームで練習ゲームされると他のチームで練習ゲームするときは基本スターメン5人ずつ選手10人でまあコーチ含めては14人ぐらいまでいけるんですけど、はい、まあ、結局みんなで集めて一緒に練習するもんなのでなんかあの集中できなかったプレイとかしてはあの他の1人が見せては13人がちょっと被害を起きるんですよね。まあ、あんな部分でちゃんと普段の練習からちゃんと集中してゲームする態度とか結構譲らないんですよね。なるほど、普段からの態度が大事です ね、大事ということで。ピングーコーチは生活面とか態度とか、ね、なんか生活指導の先生みたいな人間としてのねこういう感じでやってるんですね、はい、でも結構監督に求められる資質でヘッドコーチとかそのプレイキングのところで、はい、別に他のコーチもまだ、はい、あのクリスゲーム学徒もいらっしゃると思うので多分そのあたり結構ピンクコーチにこうかかってるんだろうなっていうのがよくわかるというか結構あの CGA 明るいチームだとわちゃわちゃしちゃうんで多分そこ締めてるのがピンクコーチなんだろうなっていうのすごい聞いててわかりますね。でも LJL の選手は全員そうなんでしょうね。こう指導されてきてるからヒーローインタビュー出てきた時全員礼儀正しくないですか。あ、でもそれちょっとありますね。ね、それあるんでしょうね。めちゃくちゃしっかりされてますもんね。はい、さあ続いてのテーマに参りましょう、うん、続いてのテーマはこちらです。これまでを振り返ってということで、はい、スリーフォーコーチそしてピングコーチは長年 LJL でのコーチの経験もありますしサーチコーチは LJL で選手として活躍していたということで皆さんそれぞれの経験談を聞いていきたいと思います。まずはこれコーチやってて嬉しかったこと聞いてみたい、聞いてみたいですね。聞きたいですね、はい、聞きたいです。スリーフォーコーチ良かったこと嬉しかったことありますか。まあ、やっぱり良かったことは成績が出たり選手が試合勝って普通に喜んでたりなんか一緒に準備したやつがうまくいってそれがなんか良かったみたいなことをなんか選手から言われてたりやっぱ自分たちがやってることに対して結果が出てる時が一番嬉しいですよね。なるほど。さあサーチコーチいかがでしょうか。自分も結構同じなんですけど、まあ、スクリームとか大会につながってて、最初ちょっと変な作戦というかスマイトトップとかやってたんじゃないですか。でそれで試合を勝ってた時、はい、ちゃんとできましたよとかそういう返事が来てたんですから、はい、でその喜んでる姿とかそれをなんか自分たちがただ単に結局頑張ってくれた選手たちだから勝利は選手たちのものってもう思うんですよね。コーチはただそれを指導しただけでもそれをちゃんと自分になんかおかげコーチのおかげみたいな感じで言ってくれてる時がすごく嬉しいなってはなるんです。ありがとうございます。さあピングコーチいかがでしょうか。まあ、ですよね。まあ、一応基本的に試合っていう分はまあみんな選手こっちみんなで集まって準備するもんなのであのみんなで一緒に準備したもんがちゃんとできたとき試合でまあたとえ今日の試合で言ってはまあインベイドとか最初のあんな分がちゃんとできたときやはり嬉しいですね。みんなで準備してできたから。なるほど。でも本当親目線ですね。そうですよね。本当に子供がしっかりできたとき嬉しいみたいな。ねえ、とかうちの子がねやっと鼻くそほじくんなくなったんですよ、はい、ちょっとそれその時すげえ嬉しかったいいんですか。と同じ感覚って言っちゃうとあれなんですけどね、はい、はい。さあレイには何か聞きたいことありますか。そうですね、はい、まああの
どのコーチの皆さんも本当にたくさんの選手見られてると思うんですけど、その中で一番印象に残ってる選手とかっていらっしゃるんですか？あ、いいですね。はい、スリーフォーコーチいかがですか？あ、僕は一緒にやってて一番印象に残ってる選手はやっぱエビですね。なんかエビが TFM 行く前一緒にエビ選手と一緒にいたから、その時から結構なんか人がちょっと癖あるなって思ったんですよ、ね、なんか結構それが結構面白いし、はい、結構まあいいなって感じで思ってたんですよね。あ、その癖を楽しめたんですね。そうですね、それがうまくいってるから、まあ、人気もあるしゲームも、まあ、本当にうまいんだと思うから、はいはいはい、いいことだと思うんですけど、やっぱなんか例えばその17年のファイナルに僕とエビと同じチームで一緒に行ってたんですけど、はいはいはい、その時なんか試合前にそのなんかカフェインを取ろうとしてカフェインを飲もうとしてたら、そのカフェインがなんか蓋開いてて前から、はい、それを飲んだら急になんかステージに上がる前吐き出してたりすることがあったりするから、なんかこいつ大丈夫なのか、でも結構面白いなみたいな感じで結構印象に残ってるんですよね。それ本当にあって、い、はい、今あのエビ選手がちょっと裏で吐いてるんで、もうちょっとあの押しますみたいな、僕実際あったんですよ言わないでくださいねみたいな感じで、あったんですか？ストップかかってる状態があったんですね。ありました、ありました。はあ、じゃあその裏話聞けたら嬉しいですね。面白いですね。でもそれでもエビはステージに上がってちゃんと試合時にはうまくやってたから別に何の問題もないんですけど、まあ、そういうのがあったから結構面白い選手だなって思って残ってますね。いいエピソード聞けましたね。サーチコーチいかがですか？自分が一番選手、あ、自分はコーチの時じゃなくて選手の時なんですけど、あ、はい、一番残ってる選手はカズータなんですね。今はカズータはコーチですね。はい、前は選手だったんですよ、チームメイト、はい、あの頃から結構本当プロ意識がすごく高くて、ゲームでもすごく、あ、結構普通に静かみたいなイメージがあるんですけど、はい、めっちゃ熱いんですよね、ゲームする時は。その中でうちのチーム全体で一番熱くて本当に勝利のための意識が高くて、ここら辺ですごく学ぶことがある人だなって結構いい印象っていうか一番残ってます。でもなんかツイッターとか見てると結構ふざける方のイメージがあるんですけどでもね、はい、その表面的にはそんな感じなんですけど、中身の事情とかではめっちゃ勝たなきゃってすごく一生懸命やってるんですよね。じゃあ本当熱い方なんですね。熱いですね。いいお話聞けました。ピングコーチいかがですか？あ、ですね、自分は、まあ、アクシーズ頃をコーチングしたテイワン選手ですよね、はい、まあまあ、実際に、まあ、ちょっと、まあ、悪く言うわけではないけど、はい、あの選手がもともとアクシーズ入るとき自分はちょっとアクシーズでこの選手取るの反対したしそうだったか、そうだったんですか、はい、ちょっと足りないと思ったんですけど、まあ、自分が結局ゲーミングハウスに来て、はい、まあ、一生懸命練習頑張って、はい、まあ、自分と同じ部屋で1週間ずっとデュオやった時もあるんですよね。へー、そんぐらい頑張って自分がスターメン取って、はい、ちゃんといい姿を見せたから、まあ、選手的に結構、まあ、みんなが見て学ぶものがある選手じゃなかったかと思います。なるほど、だから姿勢とか態度を本当見てるんですね。はい、いい話。いや、いい話ですね。いい話が聞けます。ありがとうございます。はい、相手さん何かありますか？そうですね、はい、いいんですか？まだ全然いいですよ。大丈夫ですか？はい、皆さん、日本に来て、皆さん韓国人だと思いますんで、はい、日本に来て困っ、なんかこれ違うなみたいな、なんか、なるほど、違和感、違和感というか、なんか日本に来てこう、はい、一番最初に感じたことというか、うん、そういうのちょっと聞いてみたいですよね。まあ、もう言葉はそうでしょうけど、それ以外でも絶対ね、はい、感じますよね。はい、スリーフォーコーチ、なんか違和感感じたことありましたか、日本に来て。日本に来てどうなんだろう、正直そんなに生活とかに関してはそんなに違いないし、どっちかっていうと僕はちょっと日本に来てからが長すぎて最初の記憶を失ったかもしれないなんか覚えてないのかもしれない。あ、だそのぐらい馴染んでくれてるんですね。まあ多分、はい、あれですね、選手のなんかマインドっていうか、そこら辺が最初の段階で、本当に最初ですね、本当にエジェイルの最初の段階では
なんかマインドとか韓国の選手とかと違うなとか、選手のあマインドっていうよりは性格かな、やっぱなんか韓国人の性格と日本人の性格はちょっと違うから、例えばなんかフィードバックするときに韓国だったら普通に本当にもう何も気にせずにめちゃくちゃ強気に話しても選手が僕は 悪かったすみませんみたいな感じになってたりするんですよ ね。でもそこがやっぱなんか日本だと最初のところではそれをそんな感じでやっちゃったら折れたり、なんか人がちょっとそうですね、じゃあ次からはやんないようにしますみたいな、本当にもうやんなくなってたりそういう、別にそれがやったら悪かったから話してるわけではなくて、もうちょっとうまくやったらもっといいことになるから話してるわけなんだけど、折れてもやんなくなったりするところがあったから、そこの調節がちょっと言葉のちょっと手加減が結構最初は難しかったと思います。あ難しいでしょうね、曖昧な言葉日本語多いから。しかも全コーチ今言った瞬間にうんってなんかあるって心当たりがあるってことですよね、サーチコーチもピンクコーチも今のね同意ができるってことですよね。やっぱ1回やったミスをもう1回やるって日本だとすごい怒られることでしたもんね。そうですね、学生時代から、はい、そうですよね、それあるでしょうね。サーチコーチいかがですか、違い感じたところ。選手が落ちとかじゃないんですけど、はい、初日にコンビニ行ってた時、なんかレシートを入れますかって言われた時、はい、韓国で日本語を勉強した時はレシートじゃなく領収書って勉強してたんですよ。はい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 、レシートってなんだろうとかで最初困ってて、でも、はい、一応アジア人だから、はい、普通に日本人だと思うんじゃないですか相手側は。あそうですね、うん、でそれで自分がそこで、あ俺日本語できると思ったのに、そのレシートの段階でも話し言葉出ないなってなってて、すっごく焦った時、なんかこの紙をポッて見せながら、これがレシートみたいな感じで 見させてたんですよね、はい、あそれで領収書ってレシートって言うんだなってなってて、もう日本初めて行った時から俺が知ってる日本語と全然違うなってなってたんですよね、中学生とかに学校で、はいはいはい、ここで日本語まだ足りないなってああそこで思ったんですね。でも確かにレシートの方が言葉として使うんだけど、正しくは領収書になってくるのかな。そうですね、正しくはそう、それは学校でそう習ってたんでしょうね。多分そういうことだと思いますね。はい、じゃあピングーコーチいかがですか、日本と韓国の違い感じたこと。それは特に違いってはさっきももちろんスリーポーコーチが言った部分が正直一番だったんですけど、まあ、やっぱそうなんだ、はい、まあ、あれだけど特に一番思っていては、まあ、ちょっと平和的な雰囲気というか、なんか道がちょっと静かですよね。だからちょっとなんていうか、まあ、ちょっと静かな平和的な雰囲気、なんか建物とかもそうだし道全体が、特に今新宿とかじゃなくてちょっと市街とかに行けば、はい、あんな雰囲気が出るのは結構いいと思います。あーなるほど、はい、静かな感じも好きってことですね。はいはいはい、ありがとうございます。さあ続いてのテーマ参りましょう。続いてのテーマはこちらです。はい、コーチ陣のオフはということで、オフ聞きたいですよね。これめっちゃ気になりますね。ねえ、気になります。シーズンオフ何してるかっていうのを聞きましょう。スリーホーコーチ、シーズンオフはどんな過ごし方してるんでしょうか。シーズンオフはどうなんだろう、なんかもうロールやってる気がするんですよね大体。なんかあ、じゃあやっぱ仕事のことやってるんですね。いや仕事としてのロールじゃなくて、本当にもう楽しんでロールが楽しんでやってるっていう感じに近いんですよね。なんかどうなんだろう、シーズン中には選手たちがやってるのを見てたり、なんか大会を見てたり、それで情報を集めてて、ロールのことをなんかまあ勉強してたり教えてたりするんですけど、それをやってると俺もやってみたいなって思っちゃうんですね。俺もなんかできそうみたいな感じで、情報として頭に入ってきてたら、それ俺できるんじゃねって思いながら、僕が実際なんかゲームやってしまうみたいな感じになって、ずっとゲームやってる気がするんですよね。それでやってて、うん、やっぱできないね、選手たちやっぱすごいねみたいな感じになってます。なるほど。さあチコーチはいかがでしょうか、オフシーズンの過ごし方。自分は普通にソロランクじっくり回すとかじゃないと、ジム行ったりくらいです、はい、あやっぱジムは行くんですね、体鍛えて。やっぱ筋トレなんですね。あ、はいはい、いつもジムは行ってますね。うーん、ありがとうございます。さあピングコーチはいかがですか、オフの過ごし方。まあですよね、普通に言えば
いろんなゲームするの好きなので、シーズン中はボール以外他のゲームほぼしないので、まあ、オフシーズンによってはゆっくりはやりたかったゲームとか、ちょっと他ゲームちょっとする感じですよね。なるほど、やっぱ皆さんゲームやってるんですね。そうですね。アイジさん、なんか聞きたいことありますか？オフの過ごし方で。オフの過ごし方で、はい、オフの過ごし方でですか？すごく決定的な。じゃあそれ以外でもいいですよ。おおと思ってびっくりしました。そうですね、オフの過ごし方、選手と、じゃあオフの過ごし方で、こう選手と最近出かけたよみたいな。ああ、いいですね。ってあるんですか？もしくはなんか選手との距離感知りたいです。そうです、もしくはなんか、はい、それさ、キンキンでなかったら、なんか一番印象に残ってる最近のこう選手の出かけた時のエピソードみたいな、なんか聞けたら嬉しいですけどね、はいはい、そもそも出かけるのかっていうところありますもんね。はい、スリーフォーコーチいかがですか？まあ、最近はちょっと、まあ、いろんな事情で出かけられてないんですけど、はいはいはい、まあ、僕基本的には今チームに一緒にいる選手とかとはあんまりなんか一緒に出かけてたりしないんですよね。それなんか勝手にこっちが、結局コーチと選手ってゲーミングハウスに一緒に住みながらずっと一緒にいて、はい、ずっと僕から何か言われてずっと直さないとダメな、そういう感じになってるわけなんだけど、怖い怖い、休みの時にもなんか一緒にご飯食べに行こう、出かけようみたいなこと言われたら、ちょっとなんか心の中で今は休みたいって思ってもなんか分かったみたいな感じになっちゃうのかなって思って、あ、すごい、なんか、まあ、自分たちの時間にさせた方がいいのかなって思って、別に今チームの選手、同じチームにいる選手にはあんまりしないんですけど、うん、まあ、別に前元一緒の同じチームだったなんかエビとかラムネとかそこら辺となんか一緒にご飯食べに行ったりすることは結構好きだしやってますね。うん、なるほど、だから自分のチーム以外とやってるけど距離感を大切にしてるんですね。そうですね。面白い。面白い。サーチコーチいかがですか？選手と出かけたりとか。ここ最近がコーチになったばっかなんで、はい、この前昔の生活と結構浮気があってて、コーチになったばっかで、昔は選手と一緒にご飯食べに行ったりしてたんですけど、はい、ここ最近はそれはなく、ただ単になんか、休みの日にも一緒にランクするって誘っちゃうんですよね。スリーフォーコーチとはまた別ですね。はい、パワハラではないんですけど、一緒にデュースするとかしてたんですけど、はい、あんまり一緒に遊んでくれないんですよね。休みの日はしてたいみたいな。やっぱ距離取りたいんだろ、選手も。なんか休憩取りたいのに、うん、結局ね、練習しろってなるんじゃないですか。俺が一緒に行ってあげるから練習しろみたいな感じになるのか、はい、みんななんか苦笑いしながらこっちにいるんですよね。なるほど。だそこはスリーフォーコーチ見習ってくださいね、サーチコーチ。ああ、そうですね。先輩のコーチとして、はい、さあピングコーチはいかがですか？まあ、ですよね、やはり最近はみんな同じだと 、はい、思うんですけど、まあ、外にあんまり出られない状況なので、うん、まあ、最近は休みの時、まあ、前最近の月曜だったんですよね、2月の28だったっけ、本当最近ですね、はい、本当最近、まあ、あの戦時中に試合終わって、もともと休みだったけど、君たちひどい試合やったんでしょ、明日ソロリンクしようって言って、あの日はみんなソロリンクさせて、まあ、夜にちょっとうなぎおごりました。その分ね、雨とムチをこう使い分ける距離感、その分。なるほどね。だから休みだったってことですよね、もともとは。はいはい、もともと休みですよ。もともと休みだった日を練習にしたっていう。なるほど、はい、じゃあこれやっぱりスリーフォーコーチとピングーコーチの間を取って、サーチコーチはソロランクとか誘うんだったらうなぎ付きにしてあげてくださいね。なるほど。それ以外は休みの日誘わないでください。面白い。さあ、そしてスリーフォーコーチが昨年結婚されたということで、おめでとうございます。 おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お家に戻ったりとかもするんですか？そうですね、基本的に休みになったら戻ろうとしてるんですけど、はい、まあ、シーズン中には、まあ、あんまり行けないかなって感じですね。まあ、でもそれは理解してくれてるし、別にそこには問題がないので。なるほど、まあ、そしてあれですよね、奥さんの顔が気に入ったということを公言してるんですよね。らしいですね。顔で決めたみたいなこと言ってるらしいんですけど。まあ、あんま強調顔で決めたっていうのは、なんか言葉ちょっとなんかおかしいんですけど、なるほど、おかしいですね。おかしいから、そういう感じじゃなくて、はい、顔もですね、まあ、顔もですね。なるほど。まあ、顔もってことにしてください。はい、顔だけじゃないですよね。あ、そうですね、はい、それ顔だけだったら結婚はしないから。なるほど、それはそうですよね。そうですね。あ、ちなみにもの部分どこ気に入ったんですか？
まあ、まず僕より多分 IQ 高いんですよね。まあ、正直そこがもっと重要だったと思うんですよね。僕基本的になんか違い人と話してるときに会話してて会話がスムースじゃなかったらちょっと無理かもみたいな感じになってしまうので、まあそこから顔もグッドグッドは出てますね。顔が後ってことですね。ありがとうございます。いさあ続いてまいりましょう。レニア、はい、それでは最後にファンの皆様からお寄せいただいたご質問を紹介させていただきます。まずは3-4コーチへの質問です。ハンドルネームフローレスのリーシンに蹴られ隊員さんから来ております。蹴られ隊員さん、ね、蹴られ隊員、はい、ということで、はい、以前コーチの意見に従わない選手は実力で分からせるとお話がありましたが、はい、ダイス選手、藤本選手、フローレス選手の3人の中で言うことを聞かなかった選手はいらっしゃいますかとのことなんですけども、いいですね、どうですか3-4コーチ。まあでもその、まあ、実力でなんとかするってことは僕はもうオープンの時にやってみてできないから、まあそれはダメだなっていうことはもう分かってるから、それはもうしなくなってるんですけど、はい、その別に話聞かない子はなくて、逆に話を聞かないっていうより選手たちが結構プロレス選手もめっちゃベテラン選手だし、そのダイス選手もプロレス選手と一緒に前同じチームでやってた選手だから、結構すでに知識とかがあって逆に僕は教えてもらってるんですよね。なんか僕が今何かをこれをこれを考えてるんだけど、これをするために何が必要だと思うみたいなことを僕が聞いてたり、そしたらプロレス選手がじゃあ俺らこういう練習が必要だと思いますみたいな感じの言ってきたり、じゃあダイス選手がじゃあそれするんだったら僕これやりますみたいな感じになってたりするんですよね。それで僕がそれさせたらそれのもう2倍3倍のことやってくれるから、勝手にいいゲームでもそれやるときに必要なコールとか動きとかをみんなになんか伝えてたりする感じでやってくれてるから、逆にまあ話を聞かないっていうよりは選手たちが僕を教えてくれてるっていう感じでありがたいと思ってます。素晴らしい考え方だな。本当にいい関係性ですよ ね、はい、すごい。続いての質問に参りましょう。はい、続いてはピングーコーチへの質問となっております。はい、お願いします。ハンドルネームもももさんから、そのビスクドールは恋をするというアニメのマリンさんというキャラクターがお好きだそうですが、どういうところがお好きですかと。いいですね。あのちなみにデイワンさんとの配信で聞きましたということなんですけれども、どんなところが好きなんですかね。あ、可愛いですよね。ちょっとなんかあの金髪でギャルっぽいキャラクターでしたよね。あ、まあですよね。あれなんかギャルって言うけど、あれがギャルってこと、はい、2日前まで知らなかったですよ。なんかこのハウスのみんなが、なんか、はい、あ、これギャルだよって言って、本当？でも僕が知ってるギャルはなんか下口ちょっと上まで上げて、結構濃い化粧とかやってあんな系じゃねえって言ったら、あれ昔のギャルって言われました。今のギャルと昔のギャルいますからね。そうですね、それ分かんないですもんね。面白い。最後に皆さんへの質問へ参ります。はい、ハンドルネームサーチのコーチングマジマンジさんから素晴らしいってことですからね。素晴らしいってことですね。はい、あ、失礼いたします。こちらサーチ選手、はい、サーチさんへの質問となっております。はい、以前から、ツイッターで筋トレにハマっているというツイートをよく目にしますが、うん、普段どのくらい筋トレをしていますか。また見ているゲーマーや選手におすすめの筋トレメニューはありますかとのことです。知りたいですよね。うん、いかがですかサーチコーチ。コーチになる前は毎日4時間くらいやってたんですけど。4時間週7回全部4時間くらいやってて、それもアスリートですよね。すごいですよね。どんな、そこら辺の仕事をやっとしてたんですよね、コーチになる前は。あ、で途中からはコーチになってからは1日2時間とか行けない日とかもあるんですけど、週4、5回2時間半くらいはやってます。それでも多い方ですよね。すごいですね。すごいですね。すごいですね。おすすめ。あ、そうですね、そうですね、皆さんにもできる、僕らにもできるようなね、なんか、あ、それだったらやっぱりスクワットとか腕立てをただ単にもう重さとかつけなくてやるのが一番おすすめですね。あ、自重でね。これはいはいはい、自重でやっぱりなんか物が必要だったらやりづらくなるんじゃないですか。
でもなんか受賞だったら体だけあったらって感じなんで、ここら辺が一番の。そうですね、腕立て伏せ苦しいんで、苦しくない筋トレってあるんですか？私も知りたいです。確かに苦しくない筋トレ。私も知りたいです。これちょっとお願いします。苦しくない筋トレ、あ、最初は絶対苦しいんですよ。ないんですよ、あいつさん。結果が出たら、その苦しさが楽しくなるんですよ、途中からね。苦しさが楽しくなる。その域まで行かなきゃダメなんですね。その結果が出るときまでは進まなきゃ見えない世界なんですよね。そうか、なるほど。見えない世界を見に行かなきゃいけないんですね。かっこいいな。かっこいいですね。ありがとうございます。いいお話聞けました。はい、ということで時間が迫ってまいりました。本日のトークショー以上となります。最後に一言ずつ視聴者の方に向けてメッセージお願いします。まずはスリーホーコーチからよろしくお願いします。あ、今日は、まあ、このアフターショーの前にピングナインコーチにもう強く殴られてしまったんですけど、次の TFM 戦ちゃんと準備して、僕たち TFM 相手も勝てない相手だと思ってるので、はい、もう勝ちに行ってみます。応援してください。勝ちに行くということで、はい。さあ続いてサーチコーチお願いします。まずやっぱりコーチなんでチームのことをフォローするとしたら、みんなまだ新人で若いんじゃないですか。だから本当に成長力があるし、その成長力を自分とウンドルコーチ、もう一人のコーチさんが絶対そのポテンシャルを出せるように指導するんで、みんな緊張してください。おお、いいですね。ありがとうございます。さあ続いてピングコーチお願いします。はい、今日で、まあ、5連勝で共同3位まで上がったんですけど、まあ、まだシーズンベスト半分以上残っているし、まだ今からだと思うので、まあ、1位取るためみんな一生懸命頑張って練習しているので、期待してみてくれてばありがとうございます。はい、応援します。ありがとうございます。ということで、以上アクシズよりサーチコーチ、バーニングコアよりスリーフォーコーチ、クレストゲーミングアクトよりピングコーチでした。ありがとうございま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 した。はい、ありがとうございました。ということで LJL アフターショー本日は以上となります。さあ、あいずさんいかがでしたか。いやめちゃくちゃ面白かったですね。面白かったですね。ただあのオフシーズンにやっぱ選手と若干距離感があるっていうのはちょっとかわいそうというか、うん、でもそれがコーチなんでしょうね。まあね、でもなんかそれを、うん、なんかそういうのも多分選手たちって結構知らない可能性もあるじゃないですか、はいはいはい、だからちょっと歩みてほしいなっていう気持ちがちょっと芽生えた。ね、コーチはそのくらい気遣ってるんですよっていうことも踏まえながらね。はい、レイニャいかがでしたか。そうですね、私初めてコーチの皆さんとこう、はい、お話しさせていただいたんですけど、やっぱコーチ陣の皆さんもすごく個性豊かで、うん、面白かったです、いいですね、本当に。はい、もう一人一人のこうチームを背負ってるので、背負ってるなんか言葉の重圧感伝わってきました。すごく、はい、すごく面白かったです。あとはやっぱり視聴者の方からの質問が、はい、僕らからでは聞けないことを、ね、そうですね、言うこと聞かない選手はいますかなって。俺らから聞けないから、ぜひ皆さんね、本当に今日3つともいい質問ですから。今日ってか毎回面白い質問すぎた。あ、でも思いましたよ、はい、あのコーチ時間足んないですね。多分いっぱいまだ聞きたいのありますよ。例えば、ね、コーチングコミュニティあるのとか、あ、僕聞きたかったんですよ。気になりますね、コーチ同士のつながりってどんな感じなのか。確かにグループライン組んでるかもしれないですね、はい、ありますよね。確かに、またね、第2回、はい、このコーチの時にね、聞いてみましょう。いっぱい聞いてほしいですね、本当に。うん、いいですね。あと皆さん質問ね、本当何でも今みたいなのでもいいですし、逆に皆様の隠れ身のを借りて俺ら言えちゃうから。確かに。ぜひぜひギリギリの質問でもいいんで、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで次回のアフターショーのゲストは福岡ソフトバンクホークスゲーミングよりブランク選手、そしてダッシャー選手にお越しいただきますということで、皆様お楽しみに。次回の放送は3月4日金曜日18時からですので、はい、皆様お見逃しなくということで、それではまた次回会いましょう。さようなら。